テレビシリーズの薬売りが「仮面ライダー1号」だとしたら今回の薬売りは「仮面ライダー2号」ですって言われてあなるほど緊張しすぎて、はい、なんか映画公開日からあんまり寝れなくて、はい、今日も今、ぼーっとしてて、はい当皆さん,なんかあ,ありがとう、すみませんみたいなそういう感じなんですよ。<laughs> 二、えー、章もちょうどね作られるってことが皆様んまさっき知ったばっかりですよねああね、えー、あそうそう,そういうことなんですね。今お忙しい時期でもあるとあのー、そうなんですよなんかなんで一章がカズさん言いますどうします言おうか言っていいなら言いますけどいいですよ行ってくださいよ、はい、明日収録ですよ <laughs> すごいスライスケジュールある <laughs> そうそう本当ですよね。えー 結構無茶苦茶なスケジュールで今日下手すると収録の可能性もあったんです、ね、あので、ね、舞台あいさつ終わったあと<う>どう思うみんな。<laughs> ええ まあでもね、今日ここで見てくださった皆さん,の,なんかこの熱気を感じたままアフレコできるっていうのはまあ一個、ね、いい体験かなと思ったんですけど前向きに考えればね <laughs>、ええ、よっぽど前向きに考えれば綺麗にままとめましたね余計なこと言わなければ綺麗にまとまったのにそうですね、はい、僕はあのアクションに声を入れるのがめちゃくちゃ好きなんですよ。 あのセリフにないんで,でそこのところをこう自分であここ入れようかなみたいなふうに入れていくの大好きなんですけれどあのこの薬売りはめちゃくちゃ強いんで、えー、実は入れる隙がないっていうあんまり入れると弱く見えちゃうんで、えー、だからアクションがあるところに対して「フッ!」とか「ハッ!」とかそういうの僕本当は入れたがる立ち,、ま、立ちなんですけどあの今回の薬売りに関してはそれを封印して絵の魅力にお任せしました。はい、はい そうですねでもやっぱりこう亀と2人で1つの役でしたので亀がこう感情的なところをたくさんになってくれたのでそれに対して朝はどうしようかなっていうところでいいっぱい頑張りました人間関係のことでいうとこうすごく写実的と言いますかあの肉感的な描写もあれば非常にファンタジックな描写もありますのでそこら辺のさじ加減は監督の顔色をこうちょっとずつこう。 伺いながらあの楽しくやらせていただきましたし見てくださった皆さんは分かると思うんですけどやっぱりこう薬売りさんがかっこいい姿にひゅって変わってからは空間の歪み方が半端ないので距離感みたいなことはアフレコの時にすごく苦労した記憶があります。だけど、ね、アフレコは監督に、ね、あのお伺いしたところほとんど全員一発 OK ばかりだったというふうの はい、あの楽でした。まあそこはさすがのキャストの皆様という。いや参っちゃいますね。うちのお調子者だ。すみません。ありがとうございます。ありがちゃんと一緒にフレコができてそうなんですよ。で、あの北川さんはもうこの世のものじゃないわけじゃないですか。であのともちゃんとは割とあの親しくさせてもらっててあのなので。 ウキウキで行ったんですけどあんまりこの朝ちゃんと会話してるようにならないようにしたいなっていうか不気味さをちょっと意,意識しながらやっててあとさっきともえちゃんが距離感を意識してたって言ってましたけど私は逆に距離感をあんまりあの取らないようにというか、うん、しながら喋ってましたねそれがちょっと難しかったなと思いますいつもの優しいかなちゃんがいなくてすごい寂しい気持ちになりながらでもあっ この人と喋ってるのにどんどん寂しくなってく気持ちって朝も不思議と感じてたのかななんていうのが重なってあの孤独を感じながら幸せも感じてましたう<ー> <laughs> そう、だだったんねねでもけねかなちゃんが美味しい芋けんぴ買ってきてくれて <そう S 2> <laughs> あの芋けんぴをかじりながらとりました <laughs>。 視覚的にも、うん、まあ耳から入ってくるものもそうですけどまさにそういった世界がこう詰め込まれていて、まあ、個人的にはそのいわゆるカット割りが独特というか個性的でそこが大好きなポイントの一つなんですけどそれにこうあのみ入れていく感じでセリフも割られてたりするじゃないですかあ薬売りさんだと、ね、ただの薬売りですよみたいなセリフが。それ のあのそういったセリフ特殊なセリフをあの、まあ、僕らは少しでしたけど一緒にそういう雰囲気の中収録できたっていうのが個人的にはもう憧れの作品だったので、えー、そこに声優として参加できたのがすごい嬉しかったですね。 この中で一番機嫌のいいキャラクターかなっていう気はするすまあそうですねまあムードメーカーといっても過言じゃないでしょうもうなんですか今日なりきりたいんですかそこに今日は。めちゃくちゃ楽しかったですね僕カジ君と二人で収録してたんで、はい、大事なことは大体カジ君が言って真剣なことも大体カジ君が言ってくれるので <laughs> 確か<に>僕はずっとあの収録を楽しみながらあのドエレカット数だなとかうわドエレ早いなとかこれ出来上がりどうなるんだろうかなみたいなことと監督たちのディレクションとかカジ君が真剣にやってるのをヘラヘラしながら見てるという状況でした <laughs> はい、えー、<か>役にぴったりな、はい。<laughs> そんな役者さんです。僕はあの、ずっと、なんか、梶さんと。あの、福山さんと、うん、あの、ずっとお仕事をしたいなって。思ってて。嬉しいです、ね。でも、なかなか、こう、いい、いい、なんか、タイミングがなくて。うん、で、それで、なんでのお二人が。来られた時に。ラブコールを。あの、ずっと。<laughs> <laughs> 待ってましたっていうああそうアフレコでそうおっしゃってくださっていや僕らの方ですよって思わず言っちゃうぐらいだから是非とも皆さんあのフォント大きめで書いといいててください <laughs> <laughs> 物語的には非現実的なのにもうまるでこう目の前で起こっているかのように物語が進んでいったなって思ったんですけどそれって本当に声優さんのパワーなのかなって本当に声色に命が宿っていて。 私はもうこんな面白い作品他にないなって思うぐらいまばたきが惜しかったです。ね、あの監督この間おっしゃってたのが、あのエンディングが一番好きで何度も見てるってずっとおっしゃってま何度も見てます。はい。なんてアイザックの曲も何度も見てます。いや、ありがとうございます。はい。あの、あの、はい。MV も再生してます。では、さっきあの。 初めましてだったんですけども、はいね、再生回数は俺に任せてください。あ、そうですね。ね <laughs> <laughs> あ、頼もしいあ。今日家からこう来る間もずっとあの再生し,しておきます。だけど今日握手会とかじゃないんです。そうまあでも常に緊張はしていますけれどもオーディションの時はやっぱり一番緊張しましたね。そうですね。はい、なんかあの本当にあの薬指のなんか設定のお話を最初した時に亀谷さんがこう逃げ増量におーって言ったのを僕今でも覚えてて。あ、お、は、ー、い、なるほど。 わかったーって言ってておおわかったんだーと思って <laughs> <laughs> あのおお打ち合わせ OK だーと思ったのを覚えてます、はい、監督の例えが素晴らしかったんですよね僕に刺さるあの例えだったんでテレビシリーズの薬売りが仮面ライダー1号だとしたら今回の薬売りは仮面ライダー2号ですって言われてああなるほどわかりました <laughs> っていうそ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  中身が違うというかはい、わざと力が違うよみたいなそのうちわざと力の V3 が出てくるんじゃないかみたいなそう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 何言ってんだお前何言ってんだお前そう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 そんそう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 そんそう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  あの多分見れば見るほど解像度が上がっていくえそういうフィルムになっていると思います。あのすてをセリフで説明している物語ではないので、多分初回初めてご覧になった方は一体何だったんだろうっていう風に圧倒されてで愉快な人たちが出てきてなんか面白かったなっていう気持ちで帰るんだと思うんですけれども、あの今言ったように2回3回見ることによってあこれはこういう物語だったんだっていう風にわかるようになっています。全ての絵にすべての芝居セリフ以外の ところでちょっとした目線だったりとか出てくるアイテムだったりとかにそういうものにヒントがちりばめられていて必ず答えにたどり着くと思いますので2回3回ではなくもうそれ以上ご覧になっていただいてそして自分の人生が心が豊かになるそんな作品だと思ってます。劇場とといいいうう本当ににこの物のけという作品を見るにふさわしい贅沢な空間で えまあ今回初めての方もそれ以上の方も何回でも楽しんでいただけたら幸いです。本日は誠にありがとうございました。